江戸時代から人々の生活に欠かすことができないお江戸の海。そんな海を守っていくための海と日本プロジェクト in 東京。このプロジェクトは次世代へ海を引き継ぐため、海を介し人と人がつながるさまざまな取り組みを実施する日本財団のプロジェクトの一環です。今回は墨田区で行われたスポゴミ甲子園の全国大会の模様をお伝えします。地区大会を勝ち抜いた全国の高校生たちが大集結。福岡県代表です。愛媛県です。秋田県です。優勝したいと思います。北海道の代表として一生懸命頑張りたいと思います。世界をきれいにして地球を変えたいと思います。スポーツマンシップにのっとり正々堂々と東京の街をきれいにすることを誓います。選手宣誓の後はルール説明と各チームに分かれての作戦タイム。いよいよ競技が始まります。チェンジボーズ。各チームが一斉に街に飛び出します。ゴミゴミだな。ゆきか。はい、ペット。あ、ペットと。せーの。よいしょ。コンビニで一緒でいいんだっけ。うん。今回の大会では GPS で各チームがどこにいるかが分かるシステムも。ゴミ拾いを終え計測に入ります。果たして優勝の栄冠はどのチームに輝くのでしょうか。ファイナル優勝は三重県代表シャボン玉チームの皆さんです。世界をきれいにすると気合たっぷりだった三重県チームが優勝。さらに今回は高校生たちが海洋ゴミ問題についてキャッチコピーを発表するワークショップも。海と日本プロジェクトの活動内容は Facebook などで情報を配信中です。ぜひチェックしてください。海と日本。